花少年バディーズの峰村です。10年間ね、あまりずっと、新人のままで来たこのバンド人生ですが、まだまだ、遅咲きですが、これから咲いていくので、その10年間、信じるままで入れた秘訣などをね、インタビューで語ってますので、興味のある方はぜひ見てください。あとは宇都宮でですね、第2の故郷、第3の故郷ともいえる宇都宮で写真撮影しましたので、なかなか今までありそうでなかったという峰村と宇都宮という、コラボレーションの写真もぜひ楽しみにしていてください。秋の、ね、ツアーなんかでも、物販で持っていきますので、ぜひ皆さん、どん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 ですね、手に入れて読んでいただけたらありがたいと思います。 Thank you for all 花少年バディーズ峰村でした。